琵琶湖汽船。琵琶湖汽船は、滋賀県にある企業。琵琶湖で遊覧船の運航などを行っている。本社は、滋賀県大津市浜大津五丁目一番一号。京阪グループの一員。日本最大の湖である、琵琶湖場において遊覧船事業を行うほか、滋賀県立琵琶湖、フローティングスクール、海の湖、湖の湖運航住宅や飲食業及び、有料道路、 大宮大橋の料金徴収業務自託なども言っていた。江戸時代以前の琵琶湖の水運は和船により運行されていたが、1869年、明治2年3月、琵琶湖上で初めての汽船、蒸気船である一番丸が就航した。従来からの和船運行者や宿泊業者などから妨害を受けたものの、同じ運営者によって政府に出願された。 二番丸が許可されると他もこれにならうようになり、長距離航路が続々と就航した。しかし、競争による弊害や、鉄道連絡への対応などから各社が合同し線8 8 2年、明治15年、太古機船、初代が設立された。詳しくは、太古機船歴史を参照。一方、湖南、片台南のローカル航路にも多くの事業者が存在した。 1872年、明治5年、大津の米屋だった谷口加助などが、高野石会社、後、高野石組高野石規船を設立、高野石港を設置し山田港と結ぶ航路を開いた。当初、この航路は和船、マリコ船5隻で運航されていたが1876年、明治9年、谷口は山田と船仲間の杉江前衛門と提携し、 都船組合の高野組を設立、紀船、千歳丸を借用の上高野関、山玉に就航した。さらに同年、新造船二隻を就航させた。このほか、浜、大津港、高野、関港を使用した、紀船山田組、後、山田紀船、参考車、金倉紀船や、石場から八橋への航路を運営した石場組の各社、組が競合していたが、谷口は、 山田の住民、常乗り、旅の州の三種に分類した運賃の設定など、遊客のためのサービスに努めた。このほか、規制の増加による交通増加のため1886年、明治19年に草津と山田を結ぶ道路が寄されたこともあり、山田港を利用する各社、組が競争上有利となった。なお、 八橋航路を運航する石場組は輸送量が減少した1882年、明治15年に席数を減らし減便したことがかえって旅客一層を招き、1883年、明治16年6月には同組に属する、八橋汽船会社の経営が行き詰まる事態となった。1886年、明治19年、従来から提携していた、 山田汽船と高野関汽船が合併し、湖南汽船が設立され競争力がさらに強化された。同社と競合した参考車は、飛行地を増やすなどの施策を取ったことから、南汽船の利用が減少したため、同社は新航路の就航により対抗したが、このような下等競争状態に陥った結果1887年、明治20年、参考車が倒産。ここに、 コナンのローカル航路事業者の統一が図られた。なお、経営規模は、大古汽船、初代の方が、はるかに、大規模ではあったが、1887年、明治20年、滋賀県当局の裁定によって、大古汽船、初代が、湖北、片台北を含む航路、コナン汽船が、湖南を、営業区域とされたため、両者が並存することとなった。 1889年、明治22年、古東線、現在の JR 東海道本線が開通すると、輸送量が減少したため、草津駅と山田港の間に連絡用の馬車の運行を行ったが、後に人力車組合と提携して連絡輸送を行な。なお、草津駅と山田を結ぶ鉄道路線の計画もあったが、進展はなかった。1894年、 明治27年、大津町からの補助を得て、大津と石山、坂本を結ぶ遊覧船の運航を開始したが、1903年、明治36年に開催された大阪博覧会に、常時た旅客誘致、大見八景巡りなど、遊覧船事業が徐々に活発となるとともに営業成績も向上していった。また、九百十一年、明治十四年春から神戸、 大阪、京都と石山寺、南郷、坂本間で国鉄との船車連帯輸送を、1920年、大正9年には、京阪電気鉄道、京阪との船車連帯輸送を開始している。このほか1925年、大正14年、自ら設置した南郷遊園地の開業と翌年のモーターボートによる、新造船修行など、観光事業者として、さらなる発展を見た。 これら積極策も相まって輸送人員の増加率は太古基線、初代と比べてより大きくなっている。統計に残る1899年と後日する両者の合併直前の1926年までの旅客輸送量を比較すると太古基線の約1.5倍に対し湖南基線は約2.5倍の増加である。一方、営業エリアの拡大を狙うは 連帯輸送、前述のほか1926年、大正15年には、船舶建造のための融資を行うなど、徐々に関係を深めていった。1920年、大正9年、京藩が、湖南ン汽船に出資し、後に子会社となった。また、京藩の出資による大津、長明寺畜武藤航路の就航や、湖南ン汽船が、古東汽船を設立し、彦根畜武藤航路を、 就航させるな航路を広げていった。一方、太古汽船、初代は、東海道本線の他へ和歌鉄道の開通などで、車用となったことから1927年、昭和2年、大津電車軌道、現在の京阪石山坂本線などと合併し、琵琶湖鉄道汽船と解消したが、鉄道事業の不振や湖南汽船社長の仲介なども、あり1929年、昭和4年、 京阪と合併。同時に、船舶部門は、湖南汽船に、現物出資され、同社は、太古汽船、二代目に改称した。さらに、1951年、昭和26年、現在の社名である、琵和湖汽船に改称した。鉄道が未発達の頃は、一般交通機関として利用されたが、後に、鉄道やバスなどの競合交通機関が現れると、 その役割を遊覧船に移していった。ただし、古城遊覧目的ばかりではなく、湖北へ向かう、往路や交便の、スキー船や、水泳船などの運行が、京阪との一貫輸送により、行われていたほか、草津方面への生活航路、穴村航路、山田航路が、第二次世界大戦後も長らく運行していた。運行日や航路の詳細については公式サイト等を参照。 1893年、明治26年時点のすべての航路、東海道本線全通後1937年、昭和12年時点の太古航路、第二次世界大戦後に存在した主な航路、それぞれ就航順に記述。コ南ン期創業時に在籍した船舶は太地で記述。このうち、突起以外はすべて1926年12月末までに退役。 祭事で、期日のうち、特記以外は、すべて1945年度中までに退役。両者により就航し、1926年12月末までに退役済みの船舶は、太古期船船舶を参照。汽船。小型船など、モーターボートは、1954年度末、時点4隻在籍。1965年度末までに1隻。 1966年度末までに2席、1967年度末までに1席、1968年度末までにすべて退役。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。